カラス。カラス、カラス、カラス、ミヤビは、鳥類カラス科の一グループ。カラス属、または、禁煙な数属を含む。多くは、全身が黒く、黒い鳥の代表とみなされ、ことわざなどではよく白い詐欺と対比させられる。ただし、実際は、白黒二色の黒丸ガラス、アンカス色に白斑の星ガラスなどもおり、必ずしも真っ黒のものだけではない。 カラスは、最も抗義にはスズメメカラス科の総称だが、通常は、その一部とされる。最も抗義のカラス、つまりカラス科は、通常のカラスのほか、カケス類、三尺類、オナガ類、カササギ類などを含む。カラス科内でのカラスの範囲は、競義にはカラス属、抗義にはそれに禁煙な数属とされる。ただしコクマ丸ガラス属は、 独立族とするかカラス族に含めるか論争があるが、それに関わらず、カラス族とされる最も競技のカラスにも含められるようである。カラス科の中で、標準和名に、カラス、または、ガラスがある種はに含まれる。また、カササギ族のカササギは、標準和名には、カラスはないが、カチガラス、高麗ガラスの異名を持つ。これらのほとんどは、かつては、 カラス属に禁煙だろうと考えられていた。しかし実際は、星ガラス属、黒丸ガラス属は、カラス属に禁煙をつけただが、袖黒ガラス属、砂漠ガラス属、紅端ガラス属は離れており、丸をつけた、中でも紅端ガラス属は、カラス科の中で最初に分岐している。カラス科以外では、海ガラス、大海ガラス、共に、チドリメウスズメチシマウガラス、 ベリカンメウカ、カワガラス、スズメメカワガラスか、ハゴロモガラス、スズメメムクドリモドキカ、ハイイロモーズガラス、フエガラス、ともに、スズメメフエガラスかなどもいるが、生物学上のカラスの仲間とはみなされない。ただし、スズメメシジュウカラカのヒメ砂漠ガラスは、かつては砂漠ガラス族に近縁だと考えられ、カラス化に含められていた。和名にカラスが含まれる。 カラス科の原生種をリストする。ハシボソガラスはユーラシアに広く生息するが、ハシブトガラスの分布は東アジアと南アジアに限られる。ヨーロッパではハシボソガラス、キャリアンクロウ、バタリガラス、コモンレイブン、ミヤマガラス、ルーク、西国ルガラス、弱ウなどが分布する。英語ではカラス属のほとんどミヤマガラスを除くはクロウとレイブンに分かれる。 これらは、分類学的な際はないものの区別すべき、別の鳥とみなされている。大まかに言って、カラス属の大型種は、小型種はに分類される。また、大きさほど顕著な違いではないが、尾の形も異なり、は、扇形、はくさび形をしている。日本の端細ガラスと、端太ガラスは共にに分類される。英語のそれらを訳する際、特に文学作品には、 はしぼそガラス等を指すと区別して、を、大ガラスと訳すことがある。江戸川アランポーの詩、大ガラスは、その一例である。ただし、近年ではを、渡りガラスと訳したり、そのまま音読で記す場合も多い。カラス属の内見山ガラス一種だけは、大きさの範囲だが、ルックとされる。マ丸ガラス属、マ丸ガラスと西マ丸ガラスは、カラス属の故障と異なり、 ジャックドー王とされる。は、よりさらに小さい。袖黒ガラス属唯一の種ソデ袖黒ガラスは、かつて派という名だったが、ではないとしてに解明された。星ガラス属は、紅端ガラス属はとされる。名色の砂漠ガラス属は、カケスの仲間のに含められる。日本で、日常的に見られる。カラス属のカラスは、流暢のハシブトガラスと、ボ細ガラスの2種である。 日常語ではこれらの全身が黒いカラスを通常は区別することはない。渡り鳥では北海道に渡りガラス、九州にミヤマガラスとマ丸ガラスが冬鳥として飛来する。名鳥の西国丸ガラスと家ガラスを含めると計7種が記録されている。カラス属以外では星ガラスが山間部に生息する。シブトガラスの場合、 翼長は32-39センチメートル。鳥類の中で最も知能が発達しているとされる。ある程度の社会性を持っており、協力したり、鳴き声による意思の疎通を行っている。遊戯行動、電線にぶら下がる、滑り台で滑る、雪の斜面を仰向けで滑り降りるなどを取ることも観察されている。四色型式覚で色を識別でき、人間と同じ RGB に加えて、 紫外線も識別できる。人間の個体を見分けて記憶したり、植物、家畜やペットを含む、哺乳類、鳥類などを区別して認識できると言われている。詳細は、後継する知能の不死を参照。雑食性で生ゴミや動物の死骸を追判でいるところがよく目撃される。都市部では食物を得るためにゴミ集積所を荒らすという行動や農耕地では、 農作物を食害するという行動が問題となっている。その他にも昆虫類、小動物、小型哺乳類、鳥類の卵や、ひな、爬虫類、両生類、ザリガニなど多数果実、種子、動物の糞なども食べる。ハシブトガラスは動物食傾向、ハシボソガラスは植物食傾向が強い。獲得した食物を物陰に隠し、後で食べるという著食行動も行う。 大型鳥類ということもあり、都市部では最も馴染みのある鳥類であるドバトを捕食する場面も稀に確認される。繁殖期は春から夏で一夫一妻制で協力して子育てを行う。巣は樹上に小枝を組んで作るが、最近では電柱や看板などに映像することもあり、また巣の材料も針金、プラスチックなど様々なのを利用するようになっている。電柱や送電灯に 針金類で映像した場合、しばしばショートの原因となり、問題となっている。映像期間中は縄張り意識が強く、不要意に数に近づいた人間や動物への威嚇、攻撃行動が見られる。基本的に、まず鳴き声によって威嚇をし、それでも侵入者が立ち去らない場合、相手の頭上近くまで前降りてさっと上昇する行動を繰り返す、テレビ番組等ではこれを、 攻撃と表現することがあるが、実際は威嚇の一種である。攻撃行動の多くは、後ろから頭を蹴りつけるか、頭髪を掴んで引っ張るというものであり、怪我をした例は、全体の17%であったという報告がある。放乱期間は20日前後、巣立ちまでの期間は30、40日程度。散乱数は2後、端太ガラスないし3後、端細ガラス程度。 巣立ち後もに三ヶ月程度は家族で群れを組んで生活する。成長は津いでほぼ一年中固定された縄張りを持つが、若鳥は群れで行動する。繁殖中の津いは巣の周辺でネグラを取ることが多いが、それ以外の個体は夜間人が立ち入ることのないよく茂った林や竹林に集団ネグラを取る。近年では公園の分布や面積に 偏りのある年ほど大群でネグラを取る事例が多く発生している。前述のように昔から知能の高い動物として知られており、イソップグーアには瓶の中で水に浮く餌を取り出すために石を沈めて水位を上げるカラスと水差しという話が伝承されているなど霊長類に匹敵する問題解決能力や観察力を有している。具体的には 以下のような例が観察されている。カからカラカカラ、カカラスが餌を見つけ、仲間に知らせるときに鳴く声。カラス語では、こっちに食べ物があるよという意味。カッカッカッタカなどの天敵が近づいてきたことを仲間に知らせたり、警戒するときに鳴く声。カラス語では、危険だよという意味。クアクアネグラに帰ろうとするカラスが発する鳴き声。安全だよという意味。 カラスは大型鳥類のため天敵はあまり存在しないが、大鷹の中にはカラスを頻繁に捕食する個体が存在し、その他の猛禽類やキツネなども稀にカラスを捕食することがある。だが、カラスはこれらの天敵から逆に獲物を横取りしたりすることも多く、また猛禽類に対しては頻繁にモビングを行う。モビングする種は、モビングしない種よりも長生きするという。 モビングされた、猛禽類は、狩りの成功率が減るため、移動してゆく。モビングによって、高探差を見せたカラスは序列を高め、伴侶を見つけやすくなる可能性が指摘されている。卵やヒナは、青大小などに捕食されている。可能性もあるほか、フクロウが実際に、カラスのヒナを捕食した例もある。このほか、同種のカラスが、他の卵やヒナ。 衰弱した個体を共食いすることも多い日本では、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラスは、長寿保護法により、両機に、両区で適法な方法にて捕獲する場合を除き、原則として捕獲が禁止されている。カラスの肉は食用には適さないと考えられがちだが、中には食用にする地域、文化もあり、芸肉などに近い味という意見もある。 2003年の報道によると、帯広畜産大学畜産科学科、関川光雄助教授らのグループが、カラスの食用化を探る研究を進めている。研究は、将来の食糧難対策と、有害鳥獣として処分されるカラスの有効活用に、目処をつけるのが目的。カラスの胸肉は、芸肉にも、豊富に含まれるミオグロビンと呼ばれる色素が多く、赤みが強いのが特徴。 食感や味は鶏の胸肉に似ており、学生に食べさせたところ、評判も上々だったという。また、関川の報告によると、カラスの肉に残留した重金属や農薬などもなく、微生物検査においても問題がなかったために、食肉としての安全性も認められるとされている。その他に、カラスの肉は、鶏肉と比較して鉄分が高いことが分かっている。 はしぼそガラスの肉に関しては、調理に、創意工夫を重ね、近年では、フランス料理などにも登場している。味は想像以上に美味であるとのこと。茨城県の一部地域では、太平洋戦争が終わったあたりからカラスの胸肉を、生食、刺身してきた経緯があり、現在でも、存続、特産品に押す声もある。ただし、生食による、食中毒のリスクは不明。 山賊ダイアリーリアル漁師奮闘記では、作者が実際に狩猟を行ったカラスを食用としている。焼き鳥なども試したが、硬いので、カレーなどの煮込み料理に合うとのこと。ただ、同僚の正宗からは不評だった。もちろん食用にするのは、人間の生活圏から離れた農山に生息する個体であり、人間の生活圏にてゴミを漁るような個体は、生物の濃縮の問題があり。 決して捕獲してはならない。チェンバロのジャックの爪はもともと鳥の羽を使い、元気なカラスが飛び去った後に落ちた羽を、オリーブオイルで漬けたものが一番良いとされている。太陽の使いや神の使いという神話や伝承が、世界各地にある。元は違う色だったカラスの羽毛が、何らかの原因で真っ黒になってしまった、という伝承が、世界各地にある。視力が高い。 見分ける知能もあるということから、軽岩、軽岩とされ、神話や伝承において、石膏や僧、掛けるや、密偵や、偵察の役目を持つ位置づけで描かれることが多い。古来、カラスは霊魂を運ぶ霊長とされていた。カラスなきが悪いと人が死ぬという伝承があり、カラスが騒いだり異様な声で泣くとその近所に死人が、あると信じられた。また、柿を収穫するとき、 翌年カラスが柿の木に宿る霊魂を連れて帰って来ると考えられ、カラスのために最後の実を残す風習があった。月夜ガラスは火にたたると言われ、夜のカラスの鳴き声が火災のお前兆とされる俗信もあった。カラスは古来吉祥を示す鳥であった。神武天皇の統制の際には三本足のカラス、ヤタガラスが松明を掲げ導いたという神話がある。 日本サッカー協会のシンボルマークはこのヤタガラスである。この言い伝えから、ヤタガラスやカラスは、家紋としても利用されており、有名なところでは、熊野の最下刀鈴木氏が存在する。カラスは、熊野散山のお使いでもある。熊野神社などから出す、豪法院、豪法院、イコール、熊野豪布は、本来は紙札であり、近世には、気象分を起こす様子ともされたが、 その紙面では、カラスの群れが奇妙な文字を形作っている。これを使った気象を破ると、熊野でカラスが三橋死に、その人には天罰が下るという。また、静止角旅三場ずつ、熊野でカラスが死んだげなという小唄もある。長野県の北進地方に伝わる、カラス踊りと言われる民謡と踊りがあり、足さばきにおいて九種類の型を繰り返すことから、 主元者である山伏が唱えた受法である九字切り、九字五神法を手ではが足で行ったとされる。このことと山岳信仰を起源に持つ主元道ではカラスは神の使いとされてきたことと合わせてこのカラス踊りは山岳信仰に基づくカラスに対する信仰と主元者の踊りが民用になって行ったと考えられている。また神話伝説上では通常 生物学的に知られているカラスとは色違い、特徴違いのカラスが存在する。それらは、吉祥と霊格の高い十二ヤタガラス、赤ガラス,ガラス、青ガラス、青ガラスと白ガラスが同等とされている。民話の一つには次のようなものがある。カラスはもともと白い鳥だったが、フクロウの染め物屋に、綺麗な色に塗り替えを頼んだところ、黒地に金や銀で模様を描けば上品で美しく。 仕上がると考えたフローはいきなりカラスの全身を真っ黒に塗ってしまい、怒ったカラスに追いかけ回され、今ではカラスが飛ばない夜にしか表に出られなくなった。カラスは未だにガーガーと抗議の声を上げているというものがある。別に伝わる民話では欲張りなカラスの注文に応じて様々な模様を重ね塗りしていくうちについに真っ黒になってしまったというものもある。 日本を含む中華文明圏とその周辺国に伝わる三足カラスは中国のヒカラスが起源である。中国では古来太陽にはカラス、月にはウサギ、またはヒキガエルが住むとされてそれぞれの象徴となった。月日のことをウトと呼ぶ妖霊等にこれが現れている。足が三本あるのは中国では奇数は陽、偶数は影とされるので 太陽の象徴であるカラスが日本足では表彰にズレが生じるかである。このカラスの外形の起源については、オードの土煙を通して観察された太陽黒天から来ているのではないかとする説がある。聖長においては、大祖がカラスに命を救われた逸話に基づき、神聖な動物として尊重された。イギリスでは、アーサー王が魔法をかけられて渡りガラス。 大ガラスに姿を変えられたと伝えられる。このことから、渡りガラスを傷つけることは、アーサー王。さらには、英国王室に対する反逆とも言われ、不吉なことを招くとされている。また、ロンドン島においては、ロンドンの退化の際に大量に繁殖した渡りガラスが、時の権力者に干され、渡りガラスとロンドン島は、現在に至るまで密接な関係にある。なお、JRR トルーキンの、 コビットの冒険作中に、渡りガラス、原文は、例イブン、役所によっては、大ガラスの一族が登場するが、これも英国王室に少なからぬ関係を持つ、渡りガラスを尊重しての登場だと言われている。ただし、指輪物語にも登場するクレバインと呼ばれる、大ガラスたちは、むしろ邪悪の陣営の巣をかけるとしての役どころである。ケルト神話に登場する、女神、 戦いの神モリガン、バハ、バズブ、ネバンは、戦場に渡りガラスの姿となって現れる。もしくは、肩にカラスが止まっている姿で描写されたり、バズブがカラスの化身であると伝承される。神といっても、精錬や崇高な印象ではなく、戦場に殺戮と死をもたらすものとして描かれることが、多い。北欧神話では、主神であり、戦争と死を司る神。 オーディンの石膏として、二羽の渡りガラス、不妊イコール思考と、無妊イコール記憶が登場する。この渡りガラスは、世界中を飛び回り、オーディンに様々な情報を伝えているとされる。ギリシア神話では、太陽神やポロンに使えていた。色は白銀、白、銀ともで美しい声を持ち、人の言葉も話すことができる非常に賢い鳥だった。しかし、 ある時にカラスは、天界のアポロンと離れて、地上で暮らす妻コロニスが、人間の男であるイスキュスと親しくしている。見間違いともとアポロンに密告、虚偽の報告と申した。アポロンは嫉妬しい怒り、天界から弓で矢を放ち、コロニスを射抜いてしまった。死ぬ間際に、あなたの子を見守っていると告げたコロニスの言葉に、我に帰ったアポロンは後悔し、きっかけ、密告した。 虚偽の報告を下を作ったカラスに、行き場のない怒りをぶつけ、その美しい羽の色と美声と人号を奪った。カラスは天界を追放され、藻に服すかのように羽は漆黒に変わり、声も潰れて、言葉を話すどころか、醜い鳴き声を発することしかできなくなった。異説として、アポロンの層、カケルや密帝、または水汲みの王星を使ったカラスが、地上で道草をしてしまい、 地上の状況の報告、または、水汲みが遅れ、嘘をついて、言い訳をしたまたは、コロニスとスキスの密会をでっち上げたというものもあり、水汲みについては、使いたカラスの死後、天井に星座としてかたどったとしながらも、コップ座が、ちょうどカラス座のくちばしに届かない、かすかな位置にあることから、水汲みの遺説を裏付けるものとして捉えられている。古代エジプトでは、太陽の鳥とされた。 メソポタミアを中心に、旧約聖書、創世記5章から10章でも伝わる世界を襲った大洪水の後に、創世記8章7節において、渓岸から偵察として初めて外に放たれた動物である。洪水後、船から離され、水が引いたことを知らせた。旧約聖書ではカラスに次いで、鳩が放たれた。預言者エリアが、アハブ王から逃れていた間、 種の使いであるカラスの持ってくるパンと肉によって、養われていた、列王記上十七章二から六節。トリンギット族、クリンギットとトリンギットア族、チルカット族、チムシアン族、ハイガ族に伝わるカラスは、創生に関わるものが複数あり、代表的なものとしては、渡りカラスが森を作り、人をはじめとした生き物が住み着いたが、 ある時に寒波が襲い、生き物は死に絶えそうになった。一景を案じた渡りガラスは、ワシに太陽まで飛んで行ってその欠片を持ち帰って、欲しいと頼んだ。ワシは承諾し、身を焦がしながらも火を持ち帰り、大地の様々なところに火を灯した。それが、生きとし生ける者の,の魂となったというものがあり、この伝承の影響からか、ハイダ族は、カラス族とワシ族の二部族に分かれている。 その他のバリエーションとしては、人々が暗闇の中で何も持たず暮らしているのを不憫に思った、渡りガラスが2枚以外の暗闇の中から誘い出す。神が隠した太陽を神の娘の子供としてガラスジが、娘に辞退し、神の孫となって、神に頼んで太陽を解放する、天上界、空の家という表現へ変装して、忍び込み星と月と火を盗み出し、人々に解放するといった格話に、 人々に暮らしや家を与える、作り方などを教えるといったものが付加される形で、創生の神話がなっている。知能が高い面が狡猾な印象を与えたり、植生の一面である、不肉食や黒い羽毛菓子を連想させることから、様々な物語における悪魔や、魔女の使い、使い魔や、化身のように、悪や、不吉の象徴として描かれることが多い。その逆に、神話。 伝承にあるように古来から世界各地で太陽の使いや神の使いとして崇められてきた生き物でもある。これは古代の世界各地において朝日や夕日など太陽に向かって飛んでいるように見えるカラスの姿。近年では太陽の位置と体内時計で起草する姿であるという研究があるを目にした当時の人がこの性質を太陽と結びつけた結果。 神聖死されるようになったという説がある。また、古代には、朝僧の風習がかつてあった地域も世界には存在し、猛金類やカラスなど肉食性の鳥類が天国へ、魂を運ぶ、死の絵、穢れを払い、払ってくれる、あるいは神のお使いであるなどの理由で、神聖死されたという説もある。日本では、カラスの実際の灰色は、カラスの塗り灰色という表現もある通り、 深みのある、艶やかな小紫色であるカラスの濡れ葉色は、黒く青みのある、艶やかな色の名前で、特に女性の美しい黒髪の形容に使われることが、多く、樹カラス、濡れガラス、カラスはカラス場色とも言う。ねぐらに帰る行動の時に泣くことも多く、この行動が深く印象づけられてきたことから、帰る、帰境、帰宅や夕暮れを想像させ、 伝統的にそういった比喩や例えがある。カラスを用いた慣用句などには次のようなものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。